こんにちは、スタインバッハ大学の石川です。モスクワ州のセルギエフポサードで洗車用の暗視装置などの光学機器などを製造する工場が大爆発を起こし、キノコ雲が立ち上がる様子が近隣住民たちによって撮影され共有されています。凶悪のことについてお話しします。キノコ雲が立ち上がる大爆発が起こったのは、モスクワ州のセルギエフポサードにあるザゴルスク光学機械です。夜暗い中でも人の目で対象を見ることができるようにする暗視装置や、熱画像を生成するサーマルイメージャーやレーザー測距儀などの光学機器を作る会社で、その他加工品、すなわち火薬弾薬などの製造部門も持っているという説もあります。この映像は8月9日に SNS にアップされました。監視カメラの映像で日時が記録されています。爆発したのは8月9日午前10時40分となっています。前方に大きな煙が立ち上がりました。この映像も8月9日に SNS にアップされました。15階くらいの集合住宅の向こうに巨大なキノコ雲が立ち上がっています。爆発の規模の大きさがよくわかります。この映像は爆発地点からほど近い事務所の中で撮られた映像です。割れた窓ガラスが室内に散乱しています。この映像は爆心地の映像だといいます。爆発で建物がなくなって瓦礫となり、残骸からはまだ炎が上がっています。ウクライナのメディア UAWIRE によりますと、ロシア当局は爆発は敵の無人攻撃機による破壊などではなく、作業員が安全手順に違反したために爆発は起きたと発表しているということです。ロシア非常事態省は爆発で25人が負傷したとしていましたが、その後ロシアメディアのフォンタンカによれば、負傷者は35人に増え、そのうちの4人は重篤な状態だとしています。ザゴルスク光学機械は、夜暗い中でも人の目で対象を見ることができるようにする暗視装置や、熱画像を生成するサーマルイメージャーやライフル照準器などの光学機器を作る会社で、洗車用の暗視装置やレーザー光線で目標の位置を測定する測距儀や、ロシア海軍のための双眼鏡も作っているということです。また光学機器以外に、その他加工品、すなわち火薬弾薬などの製造部門も持っているとも言われており、大爆発の原因はそちらの加工品の引火の可能性もありえます。モスクワ州のアンドレイ・ボロビオフ知事は、爆発したのは生産していた花火だと述べていますが、ウクライナの外交官のオレキサンダー・シェルバ氏は自身の SNS 投稿で、絶対に花火ではないと花火説を否定しています。ロシアのメディアコメルサントによりますと、ザゴルスク光学機器の経営陣は、火薬類、加工品の製造を手掛ける JSC ピロロスなどにスペースの一部を貸し出していたということです。ただこの火薬類がどのようなものを指すのかについては触れられていません。またロシアメディアのフォンタンカも、同社が加工品、火薬類を製造していたと報じています。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。А что это такое?